ンネル。BYM 人事部の佐野です。佐野です。美咲です。本日は面接で他社の選考状況を聞かれた時の答え方編ということでやっていきます。面接で他社の選考状況を聞かれることがある中で、正直に全て話すのか、競合他社は言わない方がいいのかなど、回答に迷っている就活生も多いのではないでしょうか。そこで今回は他社の選考状況を聞かれた時の答え方について取り上げます。そもそも面接で他社の選考状況を聞く理由は大きく2つあります。1つ目、自社の志望度を知りたい。面接で他社の選考状況について質問する1つ目の理由は、就活生にとって自社の志望度がどれくらいかを測るためです。できるだけ志望度が高く内定を出したら間違いなく入社してくれそうな人材を見極めています、というところで、次2つ目ですね。他社による評価の確認。他社の選考状況を尋ねる理由として、他社の評価の確認や参考になるケースもあります。あまりに多くの企業で二次面接にすら進めていないような人であれば、たとえ自社が選考通過を出したいと考えていても、他社が見送りするのはなぜか、採用担当者は気になるところです。質問をしながら理由を探りますという感じで進めていくんですけれども、今回はですね、他社の選考状況はと聞かれた時の回答方法というところなんですけれども、1つ目、御社が第一志望だと伝えるパターンか、もしくはですね、2つ目、一貫性のある企業を挙げていくパターンかっていうところで、3つ目、業種や職種が異なっていても理由が明確であれば問題がないっていうパターンが3つ目ですね。でラスト4つ目、他社は受けていないと嘘はつかないというところなんですけれども、これ人事としてっていうよりかは、私の就活生時代はっていう感じなんですけれども、嘘つかずにそのまま言ってましたね。本当に御社第二志望ですとか、今5つ受けてて今選考進んでるのは3つ目で、御社が一番進んでるんですが志望度は高くないです、正直とか、今日はその正直に今の現状の心境を伝えた上で、それでも評価してくれる環境なのかどうかっていうのを測ってたんですけども、これ一定やっぱやっちゃいけない業界もあったりとかして、金融とか、あとテレビ業界、メディア、マスコミとか、あとは商社とか、それやったら即落とされるっていう業界とかもあったりするんで、一概に全職種でそれやっていいかって言われると微妙なんですけど、私個人的にはそれが一番いいかなと思って進めてましたって感じですかね。株元さん、これそれぞれいろいろ項目ある中で、学生様、就活生の方々に正直に答えてほしいのか、それともうまくこうクレバーに就活していく方の方が評価高いのかでいうと、株元さん的見解いかがですかね。フェーズにもよるんですけど、採用側の目線で言うと、御社一択です、今御社しか受けてませんっていうのってある意味硬いので、企業側のメリットで言うと、絶対来てくれるよねじゃあ、ってなるし、採用のなんかその予算とかも組みやすくなりますよね、スケジュールも立てやすくなるし、変数が減るんで。デメリットとしては、なんかその第一志望って言いつつ多分他は落ちてんのかなとかってもう疑われちゃうとちょっときついですよね、なんかそのよっぽど自分に自信ある企業だったらいいですけど、なんか他受けずにうちだけ受けてるわけはないからな、他がいらないってことはなんか何あるのかなとかっていうので深読みしちゃう可能性はもちろんあって、だそれはその企業のレベル、ランクだったりとか、その企業に対して現時点でどう思われてるのかみたいなところで、今ちょっと惜しいなって思われてる状況であれば、逆に今めっちゃいろんなところから泣いてもらえそうですっていう状況の方が、もしかしたらなんか微妙と思ってたけど、そんなにモテモテだったらなんか魅力あるのかなってなりますしね。だから美咲ちゃんを口説こうとしてる佐野くんが、僕他誰もいないんすって言ってきて口説いてるパターン、美咲ちゃん第一志望ですって言ってるパターンか、いやなんかいろいろいるんすけど、もしよかったらどうみたいな。絶対ダメでしょ。絶対間違ってるよ。そうですよ、さすがに。最後まで聞いてくれなかったけど、後者の方がいいよねって話をしようとして。はい、マジっすか。ちょっと気になるんで一回聞いてもいいですか。そういう人はね、もっとうまくやるんですよね、だと思いますね。美咲ちゃんが第一志望ですって言いつつ、絶対美咲ちゃんよりいい女は周りにうよいよいそうだなって思わせるのが一番いいみたいな。やだ。最低ですよ、ね、僕最低みたいなことやりませんよ、そんなことは。最低って言いつつも、はいはいはい、結局それが強い気がするんです。確かにちょっと内容変わっちゃうんですけど、モテる人ってそうですよね、っていうか手に入りそうで入らないみたいな、ね、です、うん、それ大事っちゃ大事ですけど、だから佐野くんが第一志望ですって言って、美咲ちゃんに泣いていただけるんであれば、もう本望ですぐらいな感じでいくと、美咲ちゃんなんかちょっとスペック低い社員雇っちゃったなみたいな感じになっちゃう気がするんですよね。本当はもっといけんじゃないみたいな、まあでも
コミット力高そうだしいっかみたいな。けど理想は他が欲しがる人材を自分のところにコミットさせたいみたいな。そうですね、うん、他は落ちるところじゃなくて他は全部受かるんだけどあえてなぜかうちがすごいハマってくれてるみたいな。あ、そうですね、一番いいわけじゃない。はいはいはい。なんでまあ消去法でこう4択あるんですけど丸さんである必要は全然ないかなと思いますね、うん、極端な話リクルートさんとマイナビさんとエンジャパンさん全然内容とかも違いますし、うん、同じ人材業界シリーズですけど別に全部の人材業界だからってだからじゃあ志望度高い証拠にはなれないですしで丸さんは別に必要ないのかなとは思いますね。だから私も他の女の子がギャルと生徒系と一貫性なくても別にそうですね、そうですね、そうです、そうです、おっしゃる通りです。なので一貫性は別になくてもいいのかなと思います。みさきちゃんがちょっと知ってる有名なじゃあグラドルが、うん、じゃあ小倉優香か、大ベテランですね。めちゃくちゃ佐野くん行きたがってるってなったら、うん、みさきちゃんは佐野くんから来られたら佐野くん別に興味今までなかったけど小倉さん行くんだったらなんかあんのかな、じゃあちょっと行っとくみたいな。あ、それマジで悪くて他社から内定もらってるんですけど御社第一志望ですって言えると効果よりでかいっていうのはあったりしますね。それはリアルにあったりします。だから小倉優香はもうなんか俺の中では今ちょっといいっすよいつでももう来てるみたいなって言ってたら佐野くんがなんか美咲ちゃんあれそんな人が本命ありかもってなるんですよ。ありかもそうだっか。それがだから就活ですよ。まあそうですね。あとちょっと文脈それちゃうんですけど第一志望って言わないと最終選考組んでもらえないみたいなこともあってこれ私よく言ってるんですけど付き合ってくれるって言ってくれたら告るわっていうパターンがあって要はその承諾しますっていう温度感 100% ってことが分かってないと組んでもらえないとかもあるんで企業によっては意向高いですって一定言わないと組んでもらえないとかもあるのでそこはなんか要企業ごとで検討 だとは思います。はい、付き合ってからじゃないとセックスしないタイプみたいな。どういうことで使えます学生さんからの質問ですね。選考、はい、状況を聞かれた時は落ちた企業も答えるべきでしょうか。だからこれも答え方によるとか。そうですね、そうですね。小倉優香出た小倉優香に振られたってなったらちょっと嫌なわけよ。だけどこれなんだろうな人選大事っすよ下の人持ってこないといけないですからね下っていうか全然違うジャンルだよね。あ、そうですね。黒ギャルみたいなさのとかもっと言うとオタク系の子とかオタク系のショコタンだ。うん、古いか。で、どっちも朝倉兄弟の方行った。はい。まあそういう話ですね。僕個人的なところで言うと落ちたところは言ってほしいですっていうのがその人の就活の軌跡どういう風にどのラインナップを見てどういう風な変遷をたどって今に至るのかっていうのを私は個人的に知りたくなっちゃうのでこれちょっと面接官とか企業の趣味嗜好にはもちろんよりけりですけど教えてもらえた方がいいかなと思います。総括お願いします。私のところにもし来てくれるときは、はい、第一志望ですってちゃんと言ってください。あ、かしこまりました。ところこれ美咲さんと初の共演なんですけどめちゃめちゃ緊張しますね超緊張するわこんなプレゼントまでプレゼントありがとうございますありがとうございました。